もう一点、私がすごくこの映画が、我々の人が見てよくわかると思うのは、悲劇というのは100日間で100万人というふうによく言いますけれども、100日間では終わっていないんですね。ルワンダの人にとってはその悲劇の後にもやはりそういう引き裂かれた社会の中で生きていくという、次なる悲劇があるわけですよね。それは例えばこの中ではアルーシャの国際法廷の描かれていたんですけれども、 虐殺の後の和解の歩みと、それから国際法廷が裁けるもの、そして裁けないもの、その中でルワンダの人が今何を感じてどう生きているのか、その辺はご自身の取材の体験をどうでしょうか。僕がそのアルガ紛争を取材してて一番感じるのは、このルワンダもそうなんですけど、あと国際刑事法廷もそうですけど、要するに今和解とおっしゃいましたよね。 和解和解っていうけど、僕らってそのそういう対立とかここまでもね、なかなか経験できないんですよ。でも幸か不幸か、アフリカの人たち、他の世界の人たちも、そういう対立、民族対立、あるいはいじめなんかもそうかもしれないけど、そういうのを本当に乗り越えて和解っていう言葉使ってるんですよ。本当に乗り越えて平和っていう言葉使ってるんですよ。で、今おっしゃったね、 過去の話っていうと、僕らだって、たかだか数十年前あったわけじゃないですか。それ今もう忘れかけてますけど、だけど、この映画の中で今おっしゃったようにね、まさにその、そういう和解とか平和、どうやって本当に和解と平和が対立の中でなされるのかっていうのを日々こう体験して、生活の中で 暮らしの中でこう学んでいるアフリカの人はすごいなと思うんですよ。だから僕なぜアフリカ紛争を取材するかって言ったら、そこを学びたいんですよ。本当の対立は乗り越えられるのか、られないのか、和解って何なのか、平和って何なのか、本当のその事実とか本当の教訓、知恵が いっぱいこの中にも詰まってるんですよ、ウィズダム&レッスン。それを知りたいから学びたいからアフリカ紛争を取材している。でもまあ個人的ですけど、なかなかこういうのは分かっていただけないんで、自分ではそう思ってます。もう一つすごく聞きたかったのは、ルワンダ虐殺というと一般に民族対立が高じて、 貧しい人たちがその自分たちの国の中でお互いに殺し合ったっていう、すごく短絡的な表現をされるんですね。私いつもそれがすごく気になっていて、で一つにその、私たちはシネマアフリカといって、そのアフリカ人が作った映画をやろうよっていう団体なんですけど、ずっとルワンダにこだわっているのは、ルワンダへの誤解というのはすなわちアフリカへの誤解だというふうにずっと思ってるんですね。で例えば今回のこの映画に関して言うとですね、 例えば今回のこの映画に関して言うとですね、例えばそうですね、昨日のホームランドにもよくあったんですけれども、民族が違うとか宗教が違うとか、アフリカでの紛争というのは概して、ものすごく単純化されて語られるんですね。でも例えばこの間、そのエジプトで一連の騒動があった時に、タレントなんですかね、エジプトのフィーフィーさんが言っていたのは、宗教が違うだけで人は殺し合わないんだと。 民族とか宗教とか大きな看板が掲げられた背後には必ず何か別の原因があるんだということを言ってるんですね。で私はルワンダに関しても、それはまさにそうだと思うんですね。ですからその背後には本当に国際政治であるとか地政学的な要素とかいろいろ絡んだ話があって、それはその先ほど紹介したアフリカンブラッドレアメドルの方にも書かれてるんですけど、そのこのルワンダの紛争の背景について少しお話を伺います。 確かに前も話したんですけど、民族が違うだけで殺し合わないんですよね。宗教が違うだけでも殺し合わない。じゃあなぜそうなのか、今アフリカのこう、ね、戦い見てても、今吉田さんがお聞きになった質問は、そんなに単純じゃなくて、じゃあそのバックグラウンドを背後に何があるのか、もちろんその国際政治とか、 いろんなのはあると思うんですけど、これ相当個別的にもまた違いますしね、その事例。いや例えば、非常に単純化すると、ルワンダの背後には民族対立、これは置いといてね、一般論ですけど、例えば
その背後に権益を守ろうとするフランス、ベルギー、まあ、フランコフォンと、そのさらに新しくそのアフリカの、まあ、資源も含めたそういうのをこう、まあ、自分たちのものにしたいという、まあ、アメリカ、イギリス、まあ、そういう対立の構図っていうのは、まあ、スーダンでもそうですけど、あるとは思うんですよ。でもまた逆にそれだけでいくと、それもまた単純化じゃないですか。と、じゃあここの映画に散々描かれてた、その人間の気持ち、心理はどうなんだっていう、そこのところにまたもう一回こう帰ってくる。だけど、どう見たってバイスタンダーって言って、その何もしない、見ている、見過ごす。だ散々この国連で、まあ、ウナミという国連ですけど、のことでこう表現されてたんですけど、今さっきもちらっと言ったんだけど、じゃあなぜね、そのいじめがあるのか。いじめは宗教も何もないじゃないですか。で、それとそれをいじめをもうワンランクアップしていた時に何が出てくるかって言ったら、これ少数派対多数派なんですよ。マイノリティ対バーサスマジョリティ。これマイノリティである土の人、マジョリティである普通の人、まあ、ある意味その民族と同時にその少数派多数派の戦い、その辺のバックグラウンドと今の話と人間の心理とものすごく絡まってて、で僕これ見て思ったんだけど、日本人が無縁だと思うかもしれないけど、絶対そんなことないと思いますよ。差別とかいじめとかそういうところで、あいつはこうなんだっていうレッテルが貼られたとしたら、あいつはあいつはあいつはっていう人が10人、50人、100人、1000人、あいつは相変わらず1人、2人、同じパターンですよね。この辺がものすごく単にバックグラウンドだけでも説明できない、民族だけでも説明できない、そのバーサスマイノリティ、あるいはそのいじめというのが人間の持つ、今のところこのなかなか克服できない、一つの大きなあれなのかなと思うんですけど、まあ、もちろん利害というのは一番大きいあれなんですけどね、利害関係。